タイミルコは、ロシアのクラスノヤルスク地方、タイミル半島の中央部に位置する湖。ビルランガ山地の南にある。流域図米軍が1964年に作成した、地図東西約1 6 5トル。広範囲に細長く伸びる、いびつな形状をしており、最大幅も湖の東端で2 3トルしかない。9月から6月までは氷に閉ざされる。 流入する。最も大きな河川は上タイミル川で、西端から流入する。その他、ザパドナーヤ川、セーベルナヤ川、ビカーダングオーマ川、ヤムタリダ川、カラミサーモ川が流れ込む。その後、北から、下タイミル川として流れ出て、ビルランが山地を通り抜け北極海に達する。南岸のツンドラには、小さな湖沼が無数に存在する。うち、東端のヤムネル湾の東部には、 クングサラフコとポルトニャージの湖という幅2 0トル級のとりわけ大きな湖がある。土壌、ホワイトフィッシュ、ムクスンなど、厳しい極北固有の多くの種の魚が住むが、大自然に囲まれているにもかかわらず一部の種は乱獲にあっている。また、わずかだが、堆積物にはプルトニウム汚染も確認されており、これは冷戦時にノーバヤゼムリアーで行われた。 核実験の粒子が風で運ばれたものとされている。水温は8月で7度、冬季は1度。ありがとうございます。